そしたら今回も何かがおかしいっていうゲームの続きから遊んでいこうと思うんだけど、前回は確か人間が怖い話が多かったね。変態、ストーカー、浮気、心霊系は代わりに少なかった印象があるね。だからとりあえず今回も変態、ストーカー多いんじゃないかな。まあどうだろうね。とりあえず続きからやっていこうか。そしたら最初の違和感が、女の子がトイレでスマホをいじってるクソ野郎だね。とんでもねえマナー違反だねこれ。まあそんなマナー野郎の扉の上に手があると。また変態かなこれ。ここのトイレでは荷物フックの位置を把握している人物が置き引きを繰り返していたと。あ、これ頭いいね。だってさ、もし俺がさ力んで踏ん張っててトイレでうんこしてたら、バッグを上から捉えても追いかけらんないもんね。バッグを優先するか人間の尊厳を優先するかも、二択を迫ってるってことだもんね。この犯人頭いいね。意味わかんないとこで感心しちゃったなこれ。月の何かがおかしいは、女性が駅前に行って探してますっていうポスターを配ってんだけど、写真が自分と同じだけどね。これはどういうことだ、なんか精神的にちょっとおかしくなっちゃったとかなのかな、それとも脅迫されて配らされてるとかなのかな。ちょっとどういうことなんだろうこれ。写真とチラシを配ってる女性の顔は全く同じに見える。彼女は一体誰に自分を見つけてほしいのだろう。そうだよね。まあよかった、なんか脅されてやってるとかじゃなくて自分を探してるってことだもんね。よく言うもんね、大学生とかがさ自分探しの旅とかで。まあよく言えばなんか自分探しの強化版って考えれば、まあちょっとマシかもね。次の何かがおかしいは、男性がハンコを押そうとしてるんだけど、後ろの猫の足跡が、なんか血とかかな、赤くなってるってことだから、この男は連続殺人犯とか、まあなんか GV してるクソ野郎で、その時に宅急便が来たから受け取ってるってことかな。男性は妻を殺害し、血のついた服を脱いで宅配を受け取った。すべてを見ていた猫は助けを求めに来たのだろうと。おー、すごいね、猫ちゃん。助け求めに来たんだ。まあ、喋れないから伝えらんないけど、足跡とかで、こいつは殺人を犯してますよって伝えてるってことだ。まあ、そうだったら頭いいけどね。分かっててやってんだったら、それもちょっと頭良すぎて違和感だけどね。そしたら次の違和感は、すごい美人な女性が、微笑みながら、このように味見してって言って、渡してきたお玉の中には、人の指が入ってるね。なんでって話よね、これ。まあ、この違和感アプリの定番なんだけど、人の指とか目玉とかは。よく混入しがちなんだよね。まあ、一応ちょっと考えると、この女性は男性を殺してて、料理にしてるってこととかか。それ以外はだって女性が、じゃあ指切って、わかんなくて、そのまま料理してて、指が入ったとか、行かれてるもんね。いや、まあ、どっち転んでもサイコパスなんだけど、後者の方が余計行かれてるよね、これ。女が使用してるお玉に指らしき具材が浮いている。数日後、同じアパートに住む男性の死体が見つかったと。あ、前者の、まあ、男、まあ、旦那じゃないんだけど、男性を殺した殺人犯だったってことだよね。まあ、それも普通に怖いんだけど、なんで殺したのかを知りたいよね。地上のもつれなのか、はたまたただなんか男性を料理したかっただけなのかとか。ちょっとなんかそういうなんでっていうのも知りたいよね。せっかくなら。次の何かがおかしいは、工事の人がいて、まあ笑顔だね。不気味だけど。まあなんかここは工事中なんでって止めてるけど、後ろでは、なんか一人だけヘルメット被ってなくてボロボロの服で穴掘らされてるってことだね。この人たちはなんかヤクザのさ、構成員とかでさ、あの男は借金持っててボコボコにリンチされた後、自分の穴を掘るために掘らされてるとか、そういうのかな。裸足の男は借金を返せなかった。男は現場作業員に扮した借り主たちに囲まれ、自分が埋まるための穴を掘ると。これはね、実際ありそうでちょっと怖いよね。この穴掘ってる男も、自分が埋まることを分かってて掘ってたら嫌だし、この現場を見て、なんか察しちゃった人とかもさ、ちょっと気分最悪だよね。止めるに止めらんないだろうし。ちょっとなんか闇があって怖いね。次の違和感は、男と女性が誰かを呼んでて、まあ、探してるとかかな。で、後ろのカップルがびっくりしてて、ゴミ箱に人の手が無数に入ってるってことだけど、これは心霊なのかな？それともなんか事件とかなのかな？このお化け屋敷ではよく子供の神隠し事件が起こる。最強と呼ばれるための必要な犠牲なのかもしれないと。とんでもないお化け屋敷だね。最強と呼ばれるために子供犠牲にしちゃうんだ。というか、子供の神隠し事件が発生がすげえ起きるんだったら、警察しないよ。なんか事故物件とかだったら、まあしょうがねえの。しょうがなくはないけどね。まあどうしようもないとかだけど、お化け屋敷だったら、そんな神隠し起きるんだったら、事件なんで起きんのか解明しようよ。
通にそんなお化け屋敷行きたくないでしょ。神隠しめっちゃあるお化け屋敷とか。次の違和感は、餃子ラーメンで、ラーメン屋さんかな？まあ、なんか現金払いを要求してるんだけど、まあ、なんか料金箱に入れようとしてる男性が、お金じゃなくて別のものを入れようとしてるってことかな？新聞紙とか？すげえなんかいきなり犯罪しょぼくなったね。男性が料金箱に入れてたのは、紙幣ではなく、小さく切った新聞紙。お金を払うふりをした窃盗だと。まあ、バレそうだけどね。いや、まあ、バレそうだけどね。てか、今時、料金箱ドンって置いて、紙幣受け取るような店ってあんのかな？無人販売所ぐらいじゃないの？そういうのって。まあ、お金の代わりに新聞紙払ってたってことだよね。これ絶対バレそうだけどね。そしたら次の違和感は、男の子はこれ虐待系かな？まあ、なんか、ボロボロの服着て、テント用品見てて、隣にシリンとかなのかな？まあ、なんか、自殺用のやつかなこれ。そういうの探してるとかかな。男の子は母に頼まれて、練炭コンロを買うようだ。さらにテントを探す彼は、この後何が起きるかは知らないと。まあ、ちっちゃい子だし、この練炭コンロ何に使うんだろう、焼肉やんのかなとか思ってんのかな。まあ、テント用品とか買ってるわけだしね。そしたら次の何かがおかしいは、男性が釣りに来てて、結構綺麗な海に来たってことかな。まあ、別にそこは違和感じゃなくて、右の車がガムテープとかで封鎖してるから、これもまたなんか自殺とかかな。海の見えるとこで死にたかったとかか。早朝釣り人が見つけた車は先客ではなかった。後部座席からは練炭自殺した男性の遺体が発見されたと。釣りしに来てこれ見つけたら怖いだろうね。というかガムテープでなんかめちゃくちゃね貼られてる車とか見ても怖いけどね。次の何かがおかしいは、限定版激レアカードショップとかかな。多分ね100円とかあっちもあって、まあ、なんか激レアのカードを見てる男性がいて、で、一番手前の男性は店内レアとか書いてるから、下見とかかな、強盗の。そんな堂々と下見するもんなんだね。結構アナログ派なんだ。写真残すとかじゃなくて、手書きで残すんだね、この犯人は。男性がメモしているのは店内の見取り図。後から泥棒に入るため、高額商品の場所を確認していたと。すごい堂々となんか、強盗の下見してんね。周りからしても違和感だけどね。まあそういうなんかお店にいて、必死になんか書いてる人いたら、あいつ何やってんだろうな、みたいな感じになりそうだけどね。この犯人バカなのか、大胆なのか、わからんけどね、これ。次の違和感は、男性の目が、まあカラーコンタクトかな。電車乗ってて女性に挟まれてて、男性がイヤホンしてるんだけど、刺さってないとか。これね、突っ込みどころがありすぎて、何から話そうかって感じだな、これ。まあ、とりあえず予想なんだけど、この女性たちがすごい嫌そうに男性をさ、男性の顔を避けてるから、男性がピンク色になってるのは、なんか、V とか見てて、電車内で、それでイヤホンが刺さってなくて、ダダ漏れになってるとか、そういうパターンだと思うんだよね。ピンクの意味がないしな。そもそもそういうのは家で見ようよって話なんだけどね、これ。わざとイヤホンを外し、いかがわしい動画を周囲に聞かせていると。乗客の反応を見て、悦に浸っている編集者だと。あ、わざとだったんだ。あ、わざとだったんだね。それはわかんなかったな。てきりなんかよくさ、イヤホンを外れて、Bluetooth とかだったらね、ちょっとわかんなくて、聞かれちゃって恥ずかしい思いしたとかだと思ってたんだけど、わざと聞かせてるのはわからなかった。それも女性だもんね、周り。いや、これは本当に、変質者だね。想像を超える変質者だね。次の違和感は、これはやったね。違和感ミステリーでやったよね、確か。最終回とかで。とりあえず一周したってことかな。いや、すごいなんか面白かったんだけど、後半特に最後のあいつで終わりか。ちょっとやだな、これ。